ユーラシア大陸の外れにはある特殊な地域があります。この地には世界のどこよりも広大な農地、巨大な人口、そして豊かな資源があり、それらはこの地に根付く文明に大きな繁栄をもたらしました。彼らが生み出した多彩な文化は世界に多大な影響を与え、彼らの言語や宗教、芸術、食文化、社会制度は私たちの生活に今も色濃く残っています。その影響は文化にとどまらず、数々の発明品、例えば紙、印刷、羅針盤、火薬、絹などはその後の世界の発展に欠かせないものとなりました。この地を治めた国家はその強大な力を駆使して周辺国を従属させ、さらに遠く離れた国々とも貿易を通してその影響力を拡大していきました。彼らは自分たちが世界の中心に位置する最も優れた文明と考え、いつしか自らを中華、世界の中心の花と呼びました。東洋の大国中国は西洋が必要としている様々なものを支配し、西洋は中国からの物品を得るためにはあらゆる手を尽くしました。実際に西洋で起きた多くの戦争は中国への交易路の獲得をめぐるものであり、世界は中国のために熾烈な争いを繰り広げていたのです。中国はまさに文字通り世界の中心だったのです。圧倒的な豊かさを誇った中国、その栄華は永遠のように思われました。中国との貿易をしていた欧州はインドや中国から非常に離れています。そのため長い間中国から物品を欧州に運んでいたのはイスラム商人でした。欧州は中国と貿易をするためにはイスラム商人に頼らざるを得なかったのです。そこで欧州各国はイスラム商人への依存から脱却するために新たな交易路の開拓に乗り出します。これが大航海時代の幕開けです。中国の様子はマルコ・ポーロが編纂した東方見聞録に描かれており、そこには中国の東方に位置する黄金の国ジパングの存在も示されていました。また当時は地球球体説もすでに知られていたことから、理論上は欧州から西に船を進めれば日本や中国に到達できるのも分かっていました。この考えを初めて実践したのがコロンブスです。コロンブスは8月にスペインを出航。そこから2ヶ月の航海を経てアジアに到達します。ところがそこには効いていたはずの香辛料や黄金がどこを探しても見つかりません。これは当然です。なぜならコロンブスが到達したのは新大陸アメリカだったからです。この欧州人によるアメリカ大陸の発見は、それまでの中国とアジアを中心とした世界秩序を根底から覆すことになります。アメリカを発見した欧州人は続々と植民を開始します。その世界でも有数の肥沃な土地をめぐって彼らは原住民を虐殺、奴隷化、さらには感染症によって消滅させ、アメリカの生み出す膨大な恩恵を受け発展していきました。このアメリカの開発に出遅れた英国やオランダは中国から物品を買う代わりに直接アジアを支配することでスペインやポルトガルに追いつこうとします。欧州各国にとっては世界各地に展開した植民地経営の方がもはや重要になり、それまでアジアを支配していた中国は次第にその影響力をそがれ始めます。西欧列強の手はやがて中国そのものにも伸び始めました。英国は清との貿易を拡大するためにアヘンを大量に流入させた上で、最終的にはアヘン戦争を開始。圧倒的な戦力を前に清国は降伏せざるを得ず、香港島の割譲、その他5港の開港、さらに続いたアロー戦争では北京が占領された上で追加の11港の開港と九龍半島を奪われます。これを契機に北と国境を接するロシアには沿海州、フランスにはベトナムの総主権、日本には遼東半島と福建省、台湾、朝鮮の総主権、その他各国にあらゆる地域を立て続けに反植民地化されてしまいます。国内では内乱が頻発し、これは後に清王朝の求心力の低下、さらには滅亡を招き、中国の何千年にもわたる王朝文化はこの時点で途絶えてしまいます。中華民国成立後もこの混乱は収まることはなく、最高権力者であった孫文は遠征外と権力争いを起こし疲弊。さらにそこに共産党やその他軍閥、そして日本が加わり、中国は戦乱の渦から抜け出せずにいました。中国が混乱に陥っている間にすでに世界の中心は欧米に移動しており、かつて中心の花を歌い覇権を握っていた中国はもはや支配される側に転落してしまったのです。欧米が一気に勢力を拡大したこの時代を象徴する言葉は多岐にわたります。ただこれらは欧米による欧米を象徴する言葉に過ぎず、私たちはあることを忘れてしまいがちです。それは中国にも同様にこの時代を表す言葉が存在することです。2010年、中国にてある本が出版されました。中国夢。この本は当時の中国人民解放軍国防大学の劉明福教授によって執筆された、21世紀において中国が世界一の強国になるために中国が取るべき戦略について論じた本であり、出版されるや否やたちまち大きな話題を巻き起こしました。またこの本は習近平政権の政策にも大きな影響を与えたと言われています。この本がまず最初に触れているのは、世界の覇権を握る国の資質です。覇権国とは最強かつ最も栄えている国であり、時代の流れを作り出し、世界中に多大な影響を及ぼすことのできる国とされています。過去の歴史上、この地位はおよそ100年ごとに入れ替わるという法則が存在します。例えば16世紀にはポルトガルがアメリカ大陸をいち早く植民地化したことで発展し、17世紀にはオランダが世界初の株式会社であるオランダ東インド会社や世界初の証券取引所アムステルダム証券取引所を設立し、世界の金融と貿易を支配しました。18世紀と19世紀には英国が産業革命に成功し、世界人口の 2% しか要さないこの地で世界の工業製品の半分を生産するという、まさに世界の工場として一気に躍進を遂げます。そして20世紀の覇権国、米国はこれまでの覇権国とは違い、植民地経営には重きを置かず、代わりに集中したのは構造の確立でした。第二次世界大戦後、米国は国際連合や世界銀行、世界通貨基金を設立し、米ドルが基軸通貨として世界の金融を支配する構造を確立しました。米国はさらに世界50カ国以上に米軍基地を置くことで、本土から遠く離れた場所でも軍事力をちらつかせる能力を備えただけではなく、基地を持つ国々が米軍に依存せざるを得ない体制を構築したのです。このようにそれぞれの新しい覇権国はこれまでになかった革新的方法で古い覇権国を追い抜いてきており、この地位はおよそ100年ごとに入れ替わってきました。しかしこれを逆に言えば、この法則が現在の覇権国である米国の地位も永遠ではないことを示唆しています。すなわち中国の夢とは、新しい覇権国として米国の次を担う、つまり21世紀を制覇する国となることなのです。しかし次の覇権国になるということは、今の覇権国がその地位を失うことを意味します。そのため覇権国はあらゆる手を尽くして挑戦者を抑え込み、自らの覇権を守ろうとするのは言うまでもありません。実際に今の覇権国である米国に対してその地位に挑戦したことのある国が2カ国あります。日本とソビエトです。時は遡り江戸時代の終わり頃、米国は突如として日本に黒船を派遣し開国を要求。日本はやむを得ず鎖国を解除するだけでなく、新たな国家体制を構築する必要に迫られます。その後明治維新を通して発展した日本は、歴史的に優れていたはずの隣国清を打ち破るだけでなく、白人国家のロシアも克服するほどの力をつけ始めます。日本はさらに満州や中国東北部、仏印にまで進出したことで、米国をはじめとした欧米列強はアジア太平洋における覇権を日本に脅かされます。米国はこれに対して石油の対日輸出を全面禁止、さらに日本の在米資産を凍結することで日本に圧力を加えます。これはやがて日米開戦を引き起こし、米国は最終的に軍事力で日本を抑え込むことに成功しました。ところが、米国の覇権が日本に脅かされるのはこれが最後ではありませんでした。第二次世界大戦直後は多くの国が本土を破壊され疲弊する中、本土が破壊されなかった米国のみが成長を謳歌していました。ところが各国が次第に復興していくにつれて、米国の経済的覇権に影が差し出します。その筆頭がまさに日本です。戦後日本は高度経済成長を果たし、徐々に世界経済における日本の力が大きくなりました。1955年と86年時点の世界全体の GNP に対する割合は、日本は 2% から 12% に上がった一方、米国は 36% から 25% にまで減少しました。世界中で日本製の製品が売れ、米国では日本企業が米国を代表する企業を次々と買収し、物議を醸しました。米国で発売されたジャパンアースナンバーワンや大国の工房などの本は、当時の米国人の間の日本への恐怖心と米国の覇権に対する不安を浮き彫りにしました。そこで米国が出した切り札が米ドルです。米国は先進5カ国の間で為替相場安定化という名目でプラス合意を発表し、円高ドル安を誘導することで貿易赤字の解消を目論みました。日本の輸出産業はこれを機に競争力を失い、これは後の失われた30年を引き起こした原因の一つとされました。米国は日本が不況に陥っている間に情報産業の育成を推進したことで、米国経済は再び成長を遂げ、特に情報の分野において覇権を握ることに成功しました。まさにこの例では、いかに米ドルの特殊な位置づけが米国の覇権を担保しているのかを物語っています。一方で、米国には日本以上に危険な挑戦者がもう1カ国存在していました。それがソビエトです。日本は経済的な脅威ではあったものの、自由主義や民主制という点で米国とは似通った価値観を持つ同盟国に過ぎませんでしたが、ソビエトの場合は共産主義や独裁制という点で全てが米国の正反対であり、この冷戦は単なる対立ではなく、まさに世界にとってどちらの思想形態がふさわしいのかを決める本当の覇権争いでした。両国は世界覇権をめぐって地球上のあらゆる場所で代理戦争を起こしました。例えば朝鮮戦争、ベトナム戦争及び中越戦争、アフガニスタン侵攻、中東戦争、キューバ危機、またドイツは西ドイツと東ドイツに分断されるなど、あらゆる国がこの2カ国に翻弄されていました。ところが、西側陣営が揃って経済成長をする傍ら、東側陣営は当初の勢いを失い始めており、ドイツではベルリンの壁が崩壊、中国では数千万人が餓死するなど、共産主義の目指す地上の楽園の姿はもはやどこにも存在しませんでした。米国とソビエトはマルタ会談を開き、冷戦の終結を宣言します。世界は一つの時代を克服し、新たな時代へ向かっている。我々は長く平和に満ちた時代を歩き始めた。武力の脅威、不信、心理的、観念的な闘争はもはや過去のものになった。私はアメリカ合衆国大統領に対して、アメリカ合衆国と戦端を開くことはもはやないと保証する。我々は永続的な平和と東西関係が持続的な共同関係になることを実現することができる。これはマルタでゴルバチョフ議長と私がまさに始めようとする未来の姿だ。ここでは両者が歩み寄ったような演出がなされていますが、このわずか2年後にソビエトは解体され、冷戦は米国の勝利に終わりました。こうして米国はようやく真の世界覇権を手に入れ、脅威は消え去ったと思われました。しかしこの瞬間は新たな争いの始まりでもありました。1949年、毛沢東率いる中国共産党は国民党との内戦に勝利、中華人民共和国の建国が宣言されました。毛沢東は大躍進政策によって英米に追いつき追い越そうとするも失敗に終わり、多数の処刑者や大飢饉による死者を出しましたが、毛沢東はここでとどまらず、さらに文化大革命を扇動したことで虐殺や共食いが横行し、中国はまさにこの世の自国と化していました。当時の中国は米国から見れば共産主義を信仰し、ソビエトに従属する弱小国でした。しかし米国はこの中国を遅れた弱い国と見る先入観に支配されるあまり、ある重大な勘違いをしてしまいます。それは中国は覇権を目論んでいないという認識です。ソビエトは中国の危険性をかねてより認識していました。戦後しばらくは中国は意志を共にする弱い国としてソビエトから技術や情報を支援してもらっていましたが、1960年代に入ると友好的な態度が一変、国境付近で衝突するようになりました。米国から見ればこの状態は戦う二項三鳥で眺める。つまり中国とソビエトの両国が戦い疲弊するのを米国が眺めるという状態でした。当然これは中国が避けるべき結末であり、ソビエトよりも大きな国力をつける必要がありました。そこで中国が使った道具が米国です。中国と米国の間で一致しているのは、ソビエトが最大の脅威だという点であり、中国は米国と連携してソビエトを牽制するために、米国との接近を試みます。中国はニクソン大統領を北京に招待するほか、ソビエトとの国境付近で水爆実験を実施し、中ソの対立を示し、さらには台湾問題についても強く言及することを避けました。米国からすれば中国は共産主義国家といえども軍事力、経済力ともに小さく、もし支援したとしても米国の脅威にはなり得ないため、連携する方向に進みました。一方ソビエトは当然米中の接近を重大な脅威として捉えました。1971年に提出された CIA の機密文書にはソビエトが米中接近に対して強く警戒している様子が記されています。ソビエトの米中関係に対する考え方は関係改善を望む状態から相互対立を望むまで長年にわたって基本的な変化を経てきた。この変化は深まるモスクワの北京との摩擦、そして中共が米国によって孤立化し封じ込められる様子を見たいというモスクワの願望がかつてないほど高まっていることを反映している。ワシントンは何一つするべきではない。会談も外交的働きかけも正常化も全てなしだ。どんなに小さな米中関係の改善でも、それは三国の間で中国の立場を強くしてしまうだろう。しかし1972年についにニクソン大統領は中国を電撃訪問。中国は米国を期待通りに動かすことに成功するのみならず、米国は中国の期待以上に様々な支援を打ち出しました。例えば米国はダライラマに対する支援を打ち切り、台湾海峡の定期的な通過も中止。さらには国連における中国の定義が中華人民共和国に変わるように支援して、事実上台湾を追放しました。米国は7年後には中国と正式に国交を樹立した上で膨大な量な科学技術を中国に提供し、多くの中国人留学生を受け入れました。さらに中国の最高指導者、鄧小平は自ら米国を訪問し、その親しみやすい振る舞いで人々の心を引きつけました。米国は軍事面でも情報提供や武器の輸出を行うことで中国軍の増強を支援しました。この米中の連携が功を奏し、中ソの力関係が逆転するのみならず、最終的には先ほどのマルタ会談、そしてその2年後にはソビエト崩壊にまでたどり着きました。こうして米中共通の敵であるソビエトがいなくなったことで、米中連携の大義名分はなくなったものの、かといって米国は中国への支援をやめませんでした。米国は中国にある期待をしていたからです。中国の発展を手助けすれば、いずれは自由を重んじる平和な民主国家に移行する。中国は大国になっても地域支配、ましてや世界支配などもくらむはずがない、というものです。確かに自由経済を導入した独裁国家がいずれ民主制に移行するのは当時としては常識であり、実際にこれまであらゆる国がその通りの道をたどってきました。ところがこれは全て幻想でした。中国は民主化するどころか、中国共産党の独裁はますます強くなるばかり。経済規模も倍増どころではない速さで膨れ上がり、国内の少数民族への弾圧も強くなるばかりでした。それでも多くの学者が、やがて中国共産党は崩壊し、経済も深刻な減速に陥るだろうと予測しますが、どちらも崩壊する兆しは全く見えません。米国はこの来るべき民主化を信じて中国を支援し続け、先端技術の窃盗やサイバー攻撃にも目をつぶってきました。中国はその夢の実現への道を着実に歩んでいる中で、米国は自ら中国の覇権獲得を手助けしていたのです。これは米国に限った話ではなく、英国、フランス、ドイツ、イタリア、そして日本なども同じ幻想を抱いて中国に力を注ぎ込んできました。中国は敵に助けられながらその敵を打ち負かしつつあります。覇権国が100年ごとに入れ替わるという法則は今まさに現実になりつつあるのです。もし中国の夢が実現し、覇権国の地位が中国に移ればどんな世界が待ち受けているのでしょうか。先ほどの書籍「中国夢」によると、中国の目指す理想の世界とはおおむね次のようなものだといいます。世界経済において中国が指導力を発揮して率いる。中国流の発展を模範として想像力と革新力をもとに問題が解決される。中国流の民主主義が広がり、これまで中国が成し遂げてきたような平和、発展、協力、そして調和を促す。また中国は平和を愛する国だとも述べています。中国は小さい国や弱い国を侵略する国でもなく、周辺国を脅す国でもない。弱い国を戦争を通して脅かさないのはもちろんのこと、中国は対立を謙虚に、そして道徳心を持って敵と接しながら解決するという歴史を持っている。しかし、これは本当でしょうか。現に中国の手の内にある内蒙古やチベット、ウイグルは過去に軍事力を伴って併合された地域であり、今この瞬間にも中国は南シナ海や台湾、尖閣諸島、その他地域で平和的とは言えない方法で問題を解決しようとしています。また中国の価値観が広がった世界とはどのような状態なのでしょうか。その世界では果たして自分の考えを自由に表現したり、誰かに常に監視される心配なしに生活することはできるのでしょうか。もちろん中国が米国に勝利を収め、中国が覇権を握る世界が望ましいか望ましくないかは分かりません。ただ一つ忘れてはならないのは、私たちも同様に自分たちの信じる理念を大切にするべきであり、それを守り抜くための努力を怠ってはならないということです。